よし、お疲れさん。というわけで、クリスマス特訓終了。よう頑張ったな、本当に。もうね、これ多分撮ってるのは2部が終わったぐらいの時かな。で、これから3部っていう時やけど、もうな、2部までやってたら3部でダメでしたって、それはないからな。せっかくここまで来たんだから、やっぱりしっかりとやりきりたいとかね、ここまでできたからもう大丈夫って、多分自信とかね、やっぱいろんなものができてきてると思うから、多分きっとやり抜けてると思う。で、こっからよ。こっから最後にね、自分の力を試す模試をする。でもね、それはいつもの模試とは違う。多分、きっと、今までのどの自分よりもできるようになってるっていう思いでね、受けてると思う。例えば日本史だったら、受験の中で今の日本史が、今の自分の日本史がピークと思って受ける。数学だったら数学がきっとピークだと思って受ける。だから今までの自分の中できっと、一番確信を持って、受けると思う。で、俺がちょっと、思うのは、今から言う模試の受け方をしてほしい。方法は、二つ、ポイントは二つある。一つはね、三つ点数を出してほしいっていうこと。それは何かっていうと、普通に丸をつけて出す点数。それはいつも通りやってるよな。だから、模試を受けて点数出しました。何点でしたって。でもね、それだけじゃないんだよ。出すのは三つ。もう一つは、多分解いてるとき。と、あと、回答解説を読みながら丸をつけてるときに、すごく気づくと思う。あ、これ今日やった。あ、これお昼にやったやつや。あ、これ3部の時のやつだって。ね。やってる時に、あ、これはあの時のって言える。わかる。うん。そこにチェックをつけておいてほしいんだよ。で、何かっていうと、それを抜いた点数。わかる。つまり、昨日の自分だったら、っていう点数を出してあげる。うん。45点で、今日は50だったとか。そういう点数。それと、ちょっと前のラジオでも言った、二択まで絞ったものを丸として数える。二択まで絞ったものを丸として数えてみる。それは何かというと本番に丸になる可能性を持ってる者たちよ。最後のあと一押しを待ってる奴らよ。二択まで絞れてる奴は本番までしっかり勉強すれば絶対に一択まで絞れるようになる。少なくともその模試に出てるもの、過去問に出てるものに関しては、それが出たら必ず、正解するからね。きっとできる。最後のあと一押しを待ってる奴。その三つの点数を出してほしい。昨日の自分だったっていう点数。もしかすると今日の点数は、いつもは最高点は70点を取ったことがあるけど、今日は65点かもしれない。でも、それっていうのは模試が違うんだから。受けてる過去問が違うんだから。問題が違うければ点数は変わるよな。だから、最高点が取れなかったからって言って自分が一番バカかっていうとそうじゃない。今まで取った点数の中の、どんな点数かじゃなくて、問題が違うんだからね。だから、今日みんなに出してほしいのは、昨日の自分と今日の自分を比べてほしい。そして未来の自分の可能性ね。だからもしかすると今まで最高点が70で60かもしれない。でも昨日の自分と比べたら絶対バカにはなってないんだから。今日やったところが出てるって感じてるもの、今日のおかげで正解したって感じるものがいっぱいあるはず。だから60だったとしても57だったとかね。昨日の自分だったら57だった。今日の何かでその3点、丸を1つ、今日の頑張りが生み出してくれた。そういうのがある。丸が3つ増えたって、ね。40点だった自分が50点だった。今までね、80だったものが85が取れた。それが言えるようになる。やってほしい。それをやってほしい。それともう一つ。ただね、点数が純粋に下がって、あれっておかしいなって、こんな点数じゃないのになって、もし迷うようなことがあったら、眠いけど、もう一回やれ。もしくは、明日朝からもう一回復習を必ずする。絶対する。そしてもう一回復習した後、過去問とか模試とかをやってみてほしい。てか、点数が出るまで。おかしいなと思うんだったら点数が出るまでやってみてほしい。英語とかは特にブレやすいからそれがある。あれって力がついたのに最高点が下がった。この前の模試より下がった。国語英語はありやすい。でもね、バカにはなってないんだよ。だからそういうやつは何回か模試受けてみたら絶対に最高点出るから。うそんって思うかもしれない。せっかく頑張ったのにってへこんでるかもしれない。でもそしたらもう一回やってみてほしい。絶対うまくいくから。それをちょっとみんなにお願いするっていうことかな。と、もう一つ。てかね、でも、もうそうなんだよ。昨日あんだけ、ね。昨日の自分が今日一日一教科に絞ってこんだけ成長できた。だから、今度の模試っていうのは楽しみで受けると思う。自分の成長を感じに行く。知りに行く。わかる？今までみたいに自分って大丈夫かな？どうなんだろうって不安な模試じゃない。自分は成長してるのはもうわかりきってる。その成長がどれくらい大きいのかを見に行く。そんな模試だよ。だから、それを少し意識して解いてもらいたい。それがその2個だな。3個の点数を出すっていうことと、自分の成長を感じに行くっていう模試だっていうこと。で、まあ予備というか注意点として、もし点数が下がっておかしいなって思うときは2回3回受けるっていうことね。これ。
それともう一つ。あ、それ、まあ、それが今からの模試のやつ。で、その後終わったらね、コメント欄とかで、みんなのね、その、感想とかをいっぱい待ってるから。たまにね、アメブロがね、やっぱクリスマスだっていうのもあって、なんか、そのメンテナンスが入る時があるんで、いっぱいいろんな人たちが見に来るから、なんかそういうのでこう、サーバーが重くなったりとかして、メンテナンスに入る時があるから、2年ぐらい前かなんかのクリスマス特訓でね、うん、その、よしって言って終わったぞって言ってさ、その、バーってこう、ブログに行ったらさ、メンテナンス中ですって出たっていうね、残念な時もあったけど。でも今回、まあ、もしあったらね、俺にメールしてほしい。で、ブログに書けないとかいう人も俺にメールすれば、俺がみんなの代わりに代筆するから。で、コメント欄でみんなでね、最後によくやったねって、いう会をしよう。それだけ、そう、報告をしに来てくれ。頑張った、よくやったぞって。うん、結果出たよって。そういう報告をしに来てくれると嬉しい。本当にね、今日の頑張りは、成長は、お前たちの努力すべてだよ。だって、よく考えてほしいんだ。今回のは、スケジュールこれでいくぞって、ルールこれだぞって。それだけなんだよ。何をするのって、どう勉強するのって、一切言わない。ただこの時間通りに、勉強して最後に模試を受けなさいっていうだけよ。でも、お前たちは今日、いっぱい成長しただろう。わかる？だって、俺は何も教えてないよ。何か一つでも、お前らに知識をあげたかって一つもあげてない。全部お前たちが自分たちで何の教科をするか考えて、どういう風に勉強するかを考えて、一日必死に頑張ってきた。そして俺に関しては、一切、仕事してないからね。今日3章9話のアニメが上がる予定だった。8話しか上がってないだろ。あれは昨日やってたやつで、今日はやってない。3章9話のアニメはできてない。地学の3章を完成もさせてない。一切今日仕事してない俺。でも、それに関係なくお前たちはやりきった。そしてこれからもし受けて結果を出す。お前たちの頑張り、お前たちの今日出た、これからの結果は全部、お前たちの努力で、お前たち自身が自分にもたらしたものなんだよ。それがどういうものなのか、感じて言ってほしい。そういう模試を、ワクワクしながら模試を受けに行ってくれ。自分の成長を感じに。それだけや。ほな、あと最後に一応、そのブログの方もあるけど、多分ラジオとしてあげるのは、これが最後になるから。だから、その、言葉としてね、声として、俺の生の声としてあげることができるものはもう、クリスマストックはこれが最後になる。だからみんなに言っておくけど、今日きっと成長たくさんすると思う。でもね、あ、じゃあね、どの教科もいっぱいやったらいいじゃないって思うかもしれない。でもね、それをやりすぎると今度は今日は一教科に絞ってその一教科以外何もしないだろう。絶対に復習がおろそかになるから。だから絶対に、もう本当にやるなら一週間にせめて一日だよ。うん。これからだったら2教科か3教科できるかなぐらいにしておいて、あとはとにかく復習を大事にしてほしい。今日のことも絶対やったーって、科学バッチリになったーって、やったーってそのまま放っておかないでほしい。数学 2B マスターしたぞって、三角関数マスターしたぞって、放っとかないでほしい。絶対に復習しなきゃ漏れてしまうんだよ。せっかくこれだけ力をつけたんだから絶対復習をしてほしい。それと必ず明日の朝も起きて復習をしてほしい。それはブログに書いてる。最初からのスケジュールにも書いてる。そこまでやって初めてクリスマス特訓だから。だからその復習だけ、もう常々言うけどな。と、あと今回の結果が良かったにしろ、この時期にね、10点上がるやつがいるかもしれない。英語国語で20点上がるやつがいるかもしれない。たった1日で。それって普通ありえないから、3年間かけてやっとみんながね、必死こ頑張ってきたものが、たった1日でね、1割も点数が上がるなんて、普通ない。てか、そんな美味しい話ない、普通は。だから上がって5点とかかもしれないし、上がらないかもしれない。でも昨日の自分よりは絶対に頭良くなってる。昨日の自分では分からない問題が正解してるものがある。そこで成長を感じてほしい。そしてその成長が、すべて、お前自身の努力で手に入れたものだということ。中にはね、学校休んできましたってやつもいる。学校休んだってことはなおのことだよ。それこそ、いつもは学校の先生の助けがあって成長してる部分があるけど、今日は先生の力もなく、やってきたってことよ。偶然ね、クリスマスだから休みでしたよって、予備校休みでしたって来たやつがいる。いつもは先生に助けてもらって頭良くなってる。でも今回は自分一人で自分の力で手に入れた点数だよ。それをいっぱい味わって、自分の最高のプレゼントとしてくれ。最高のメリークリスマスを過ごしてほしい。それじゃあ、ブログのコメント欄で待ってるわ。みんなの報告を楽しみに待っとるよ。一緒にね、今日は頑張ってやらなくて、すごい残念だったけど。でも、お前たちはきっとやりきって、俺のところに報告をしに来てくれると思ってる。それじゃあ、メリークリスマス。最高のプレゼントをしてやってくれ。これからのもして。ほいじゃな。